皆さんこんにちは、ハワイのジーノです。こんにちはじゃないですね、こんばんは、ハワイのジーノです。いかがお過ごしでしょうか。今日はどこにいるでしょうか。ここはドンキホーテに来てみました。ドンキホーテというかドンキホーテの隣にいます。なんで今日は、この夜の時間にドンキホーテのここに来たかというと、ですね、なんか友達曰くポップコーンチキンというあの台湾の食べ物なんですかね、あのポップコーンチキンがすごい美味しいあのフードトラックがあるということで、やってきたわけです。でその気になるあのフードトラックが多分あれだと思います。あの後ろに光っているのがあの今回行きたいあのフードトラックだと思うんですけど、あの僕は知らなかったんですけど、あのこの時間このドンキホーテのこの隣のストリートにですね、あのフードトラックがすごいいっぱい集まってて、でここに1台でしょ、でここに1台で、ここにも1台、これはねトリトンって書いてるんですけど、これはあの確かねサウスキングストリートの居酒屋のトリトンが始めたフードトラックだと思います。であともう一つここにも一軒、これかそう、もう一軒あります。なので4つフードトラックがこのドンキホーテの道の隣に集まってるわけです。で今回行きたいのが、あの友達が教えてくれたポップコーンチキンが美味しいというお店がザ・デイリーというお店です。というわけで、早速行ってみたいと思います。それではレッツゴました。ザ・デイリー。タイワニーズ。だな。どうでしょう。はい、はい。Oh, yes, sold out. Oh, these are sold out. Oh, popcorn chicken sold out. Oh, no. What's the TFC? What is that? TFC is a Taiwanese fried chicken. Taiwanese fried chicken. This is a whole chicken breast, so it's a big one piece. Oh! And it's our chicken piece. I see, wow. It's like a pop. 7 o'clock. Oh, yeah, that's so amazing. So you guys were open for about 3 hours then. Everybody is not prepared. Are you guys going to be here tomorrow? No. Like, yes, 23. Yeah, like, cause, like, okay. That's definitely what you wanted. Yeah. Like, now I really want it. Okay, yeah. Alright, we'll be back then. Thank you so much. Thank you. 残念、また残念。Oh my god. 悲しい顔がまた出ました。マジか、ソールドアウト。あの、ぜひともまたまたリベンジで、リベンジしたいものがどん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 増えてきます。Oh no. 残念でした。皆さんこんにちは、ハワイのジーノです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、あのリベンジです。昨日のリベンジで、ですね、今はですね、今あの4時ちょっと過ぎです。で、あの昨日ポップコーンチキンが美味しいと言われる、台湾のフードトラックに、来たんですけど、昨日が来た時間が7時35分だったらしいんですけど。その来た時点であのポップコーンチキンがもうソールドアウトになって、買うことができませんでした。でちなみにあのこのフードトラックの、営業時間がですね、午後4時から午後9時までってなってたので、昨日は、オープンして3時間半であのもう
ポップコーンチキンがなかったので、今回は絶対食べたいなと思って、早めの4時半に来てみました。で、気になるフードトラック、今ちょうど営業時間30分過ぎてますが、今ちょうど開こうとしてる感じです。なんかフードトラックにテイスティーって書いてるんですよ。で、あのテイスティーって、ボバティーって有名なお店なんですけど、ひょっとしたらテイスティーと同じ、会社なのかもしれません。めちゃくちゃ違うぞ。というわけで、これから、昨日行けなかったザ・デイリーという、台湾ニーズのフードトラックのお店に行ってみようと思います。で、気になる場所なんですけど、昨日もちらっと見ましたけど、この真後ろに見えるのがドン・キホーテです。サインがちょっとぼやけて見えませんが、ドン・キホーテの真隣にあります。で、昨日場所をいつもここにいるのかと聞いたら、ずっと数ヶ月くらいずっとここに、ずっとここの、ドン・キホーテの隣の、道で営業しているとのことでした。はい。で、昨日の夜もあったストリートンの、フードトラックもあります。サウスキングストリートにある居酒屋のトリトンのフードトラックもあそこにありつつので、こっちにもなんかフードトラックがありつつので、今回僕が行きたいザ・デイリーのフードトラックはこれです。というわけで早速行ってみましょう。レッツゴー。もうすぐ今日の入りですね。日が落ちてきました。この素晴らしい夕日とドン・キホーテのサイン。昨日食べたかったやつです。ポップコーン付きまだ売ってます。今日はですね、じゃあレッツオーダーオールオーダーセッエス。ですね、初めて来てちょっとどういう感じのかわからないので、とりあえずこのスナックというものを全部上から下までオーダーしてみようと思います。手だよね。はい。Oh, can we get order SS? Like S1 through S12? All of it? One of. Yeah, S1, S2, S3, S4. Spicy or regular? Oh, but which one? All of it? Ooh. How spicy is that? Is it like, if you want more spicy, I'll get some more chili powder. Regular, they have a slight spicy from the spice. Yeah, regular spicy. Okay, yeah. KFC, popcorn chicken, chicken cut skewer, chicken gizzard skewer, and fried broccoli, fried green beans, sweet tomato fry, scallion pancake, taro pancake, and Taiwanese beef burrito. Right. Okay. Alright, so I オーダーしたのがこのスナックって書いてるこの S を全部オーダーしたんですけど、確かにフライドこのチキンスキーのこれだけがソードアウトで今日は作れないと言っておりました。でもそれ以外は全部あるのでオーダーしてきました。ではちょっと待ってみたいと思います。こっちにもちょっとこのラーメン屋さんのフードトラックのこれめちゃくちゃ美味しそう。やばい、今度食べたい。ハワイでラーメンが10ドルはかなり安いですね。日本の人はちょっとすごいびっくりすると思うんですけど、ラーメンがね、ハワイはちょっと結構高いんですよ、いろんなどこのお店でも。なのでこれはかなりいい価格なんではないでしょうか。ジャマイカン food。 Oh, interesting. This burger is
ジャマイカのフードがあるとね。すごい、この絵がいい。はい、Thank you. So good. Yeah. すごい、めちゃくちゃ美味しそう。こんにちは。こんにちは。はい、というわけで買ってきました。で、フードトラックなので食べる場所がないので、今駐車場で、食べております。では買ってきたものを開けていきましょう。レッツオープン。おー、イエス。ご飯。ご飯です。ご飯ですね。これは。あ、パンケーキ。タローパンケーキ。タローパンケーキ。パンケーキです。Taiwanese beef burrito. Oh, that's the very last one. Yeah. Yeah. Looks so good. これうまそうなんだ。 That looks so good. あ、ここにチケー。 あ、それが噂の。 バカチケー。 うまそうや。食べた。勝手に食べた。はい、ズレ。このなんかさ、一緒についてる緑の葉っぱが美味しそう。Is that basil? Yeah. I don't know. Probably. I love basil. Yeah. Oh, but this is Taiwan. なんでもない。Scallion pancake.Okay, I'm gonna have this. Good man! これめちゃうまいやん。This is so good. これすごいじゃん。Fried string bean. それうまそう。ほんとだこれ。どうこれ。美味しそうや。Sweet potato fries. Good man.最後の食べ物はブロッコリー。これがフライドブロッコリー。How is it? It just seems like burnt broccoli. No, but it's still good. It's still good. Oh, there's more. どうぞ。何これ？これはキモトマ。Gizzard heart. Gizzard.わーお、いかついなこれ。なんか最高。ブラック something。 なんか黒すぎてなんかフォーカスがあんま合わない。これはわー TFC。 これがね、台湾人フライドチキンってやつ。めっちゃでかいな。 KFC じゃない、でかい。もう TFC。 It's almost same size as your afro。 それはないか。あ、でも顔ぐらいの大きさがある。でっか。That's big as your face. 美味しそう。これ美味しそう。Looks like a human. なんか人みたいじゃない。手足と。お前はすでに死んでいる。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うまっ。おまえがヒントグー。なんかソースがすごいジューシー。The outside skin が so soft、 もちもち。おいしい。なんか別に辛くないけど、She said everything spicy or it's like everything is like has a like a certain amount of spice。 あっ、なんかね、ちょっと辛めって言ってたんですけど、なんか全然辛くない。うわー、タイワニーズフライドチキン TFC。 TFC。 いただきます。いただきます。なんか面白い。なんか甘い。なんか甘いフライドチキン。台湾のチキ
品は甘いんでしょうか。甘じょっぱい、意外ですね。コリアンフライドチキンは辛くて、台湾フライドチキンは甘くてって感じでしょうか。あのグリーンピースです。これうまっ。あれなんだ、I think it was going to be crispy, but it's perfectly crunchy. もう全部あのガッカラッカラにもうなんかあの揚げられてるのかなと思ったんですけど、中身がまだあの外だけがカリカリで中が柔らかい感じ。この味付けがすごい美味しい。こちらブロッコリー。You say this is this like a like the first bite is like kind of burnt taste, but then it just tastes like steamed broccoli. Oh.ああ、ああ、美味しいやん、あれだけやん。なんかバーベキューしたあのブロッコリーで味付けをしたって感じ。美味しい、これ僕好きです。あれだけやん。This is the old man basil. おお。パッパチキン。いただきます。うまい。Yeah, is it a little bit too sweet? Yeah. Fine? Thai food is usually sweet. Thai food? Taiwan food? Taiwan. Taiwan food. No, I don't know. I've never had Taiwanese food. なんかこのチキンもね、ちょっと甘い。食べたことがない。食べたことがないです。台湾の食べ物は基本全部甘いんでしょうか。Are you ready to try the dessert part? Oh yeah. ちょっと looks good. I know. さあこのギザードのハートがなんかちょっと怖めなんですけど。That looks like heart. いただきます。あ。ビールが欲しいですか。まああんまり食べ物でっかいなので。いや。好きではないと思う。好きではないと思う。本当に好きではないかもしれない。これはでも個人差ですね。じゃあ、I'm gonna try on dessert. You wanna try on the heart? Yeah. いただきます。いただきます。But the gizzard, gizzard is so much better. Yeah. こっちの方が全然美味しい。僕はこれの方が食べやすい。ただこれちょっと個人的にこのハートがあんまり好きじゃないのかもしれない。What else? Oh, we tried everything. No, 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 yeah. Ah, oh, and the taro pancake. Oh yeah. このでっかいスカリオンパンケーキ。あ、これです。スカリオンパンケーキ。That didn't work out. なんかすごいなんかかぶりついた感じになったここは。もらいます。いただきます。まあ、あの材料が一緒っていうことで、さっきの ブリトーと味がすごい似てる。ブリトーのなんか簡単版です。これ美味しい。この生地が美味しいからすごい。これも大好きです。最後の。最後の。これ最後。はい、タロモチ。タロパンケーキだって。うまこれ。うまいな。超うまいこれ。This is the McDonald's apple pie, the McDonald's taro pie. マクドナルドのタロパイと同じ味がする。うんめえこれ。これはデザートですね、いきなり。うんま。We saved the dessert for last. Oh yeah. しかもこの周りが、あのさっきの、あのパンケーキみたいにあのもちもちの生地。で、中が、あのペースト状になったタロが、入ってるからすごいなんかやっぱタロは美味しいですね。なんかお上品な味がします。Which one is your favorite? ブリトー。Oh my god, 僕もブリトーが一番美味しいと思った。食べ物の中ではブリトーが一番美味しくて、あのこれもデザートとしてはこのタロパンケーキもすごい辛い。いきなり Now? あ、で、あのさっきあのテイスティーっていうあのサインがついてるから、あのテイスティーと同じあの系列の会社かって聞いたんですけど、全く関係ない会社でした。ただなんかあのオーナーがあのテイスティーのオーナーと知り合いなだけで、あの別に同じ会社ではということです。というわけで
今日は、台湾ニーズのフードトラックのお店に行ってきました。ダ・デイリーという、フードトラックで、この後ろのドン・キホーテのこの前 の, あの小道に、あ、なんかフードトラックストリートみたいになっていっぱいフードトラックがなんか集まるようになってきたようです。なので、あの次回、ハワイに来る際にはドン・キホーテの買い物の帰りにちょこっとスナックを買ってみてはいかがでしょうか。それでは、本日の動画が面白いと思った方はいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは本日も良い一日をお過ごしください。Have a nice day! アロハ。